皆さんこんこにちは本日は米国株マーケットコンパスですけれども人気化には訳がある史上最高値圏の個別株と題しましてご説明の方をですねしていきたいと思いますそれでは早速参りましょう、えっと、本日ですね2点テーマがございましてまず1つ目が米株市場の振り返りとマーケットの環境2つ目がですね参考銘柄ということで5つほどご紹介したいと思います 足元のですね米国の個別株の中には株価が市場最高値圏にある今回の米国家マーケットコンパスではそれらの銘柄が人気化している背景をですねご紹介しつつ史上最高値圏の銘柄をですね参考銘柄といたしましてピックアップしているという流れになります。 えっと、まだあの一つ目ですね。えー、ま、振り返りと環境ということで、えー、こちらにございますのが、あの、アメリカの主要株価3指数のですね、え、年初来のパフォーマンスになっております。で、赤色がダウ、え、青がアイスピー500、緑が、ま、ナスダックという形になっております。で、ま、ナス、緑色のですね、ま、ナスダックが、ま、引き続きですね、え、まあ、アウトパフォームを、え、ま、続けておりまして、まあ、今年、あの、引き続き、やはりこのハイテクの株を中心にですね、 物色の対象が続いているといった流れになっております今後の注目点といたしましてはアップルのイベントここでは新型の iPhone がです、ね、発表されるのではないかといった期待感あるいは半導体設計大手の ARM ですねこれは今年のアメリカ市場における IPO としては最大になる可能性があるということで非常にマーケットの関心が高い IPO がございますがその IPO の動向 そして CPI 消費者物価指数とあとは FOMC と大まかに言いますとこの4つがですね今後注目と材料としてはですね意識されるのではないかなというふうには考えておりますでこちらがですね S&P500 指数を全部で11個のセクターにした時のパフォーマンス年初来のパフォーマンスを見たものになっておりましてえまああの情報技術 あるいはコミュニケーションサービスあるいは一般消費財サービスのこの3つのセクターが、まあ、引き続きですね、えー、まあ米株のセクターの中ではけん引してきているという形になります。で、まあ、残りはですねちょっとこうアンダーパフォーマンスしてはいるんですけども少しずつ物色のですね、まあ、流れが変わってきているあの動きもですね、まあ、見られまして。 例えば少し前まではパフォーマンスがあんまり芳しくなかったエネルギーこのところの原油価格の上昇を受けましてエネルギーのセクターがですねキャッチアップしてきているといった形で少しずつちょっとこうローテーションのですね動きなんかもまあ見られると形になります。で今度はのファクターですねどういった要因がですね株価上昇にまあ寄与しているのかあるいは寄与していないのか。 というのをです、ね、見るのがまあファクター分析になりますけども、まあ、こちらまあ見ていただきますと、えー、黒いラインがグロースになりますのでグロースがまあ相変わらずいいということでやはりこうグロース株中心のです、ねまあ、相場展開という形になりますでその他ですと、えー、まあ時価総額の大きい銘柄だとかクオリティの高い銘柄こういったところがですね、まあ、キャッチアップする動きがもです、ね、見せてきているといった形になります。 そしてこちらがですね、えっと、昨年の S&P500 指数のパフォーマンスの要因をです、ね、分解したグラフと右側の方がですねこちら9月の8日まで時点のです、ね、今年の同じくそのパフォーマンスのです、ね、要因分解になります。でまずあの左側の方ですね、まあ、見ていただきますと昨年はあのアメリカの株をまあ大きく下げたわけなんですけども。 その下げた要因の基本的にほとんどと言っても過言ではないぐらいですね PR が縮小してしまったと期待値が大きく減少したことによって株価がですね下がってしまったというのが去年でございましたが今年に関して言いますと一点ですね PR が拡大してきているとなおかつですね EPS の方もですね修正期待が入ってきているという形になります。 で今後です、ね、やはりこう持続的なアメリカ株の上昇にです、ね、欠かせない点、これはあ、まあ、今年、右側の方う見ていただくとお分かりの通りですり、ね、まだまだこの PR の原因というのがです、ねまあ、大きいのでいわゆるその業績、EPS の拡大というのが、ねまあ、今後、えー、株価上昇へのキーポイントにです、ねえー、なってくる可能性があ、まあ、極めて高いのではないかなというふうには考えております。 そこで、今後のアメリカの S&P500 指数のですね、EPS の成長率のですね、見通しがじゃどうなっているのかっていうのをですね、見たものがこちらのグラフになります。ブルーのところがですね、まあ、推定値で、灰色がですね、市場の予想という形になります。で、今年の第2クオーター、これ推定値ですけども、まあ、現役でございまして、 第3クォーターも今のところですね小幅ではございますがまだ減益がですね、まあ、続くとただ第2クォーターに比べるとですね、まあ、結構この減益の幅がまあ縮小するような見通しになっておりますそして第4クォーターになってまいりますと、まあ、第4クォーター以降ですねなってまいりますといよいよアメリカのサンドピークシスの EPS の成長率がこれまでのマイナスからですねプラス、まあ、すなわち増益にですね まあ前のページでもご紹介させていただきましたやはり今後のアメリカ株の上昇にはですね EPS の成長というのがですねまあ欠かせない形になってまいりますのでまあこういった見通しになってまいりますとまあポジティブな材料になり得るのではないかなというふうに考えられ,るえられます。そしてえっとここがですねえっとリテールの投資方と機関投資家のそのセンチメントをですね 見たグラフになりまして、左側の方がこうリテールの投資家になりますが、緑色がブルー、えーみどえー、と赤色がですね、まあ、ベアという形になりまして、えーまあ、直近のところで言いますと緑のところが結構ちょっと,こと跳ね上がってきておりますので、まあ、ブルー、まあ、すなわち強気がですね、優勢になりつつあるという形になります。で右側の方がこれ機関投資家の信頼指数というものになっておりまして、まあ、100が中立なんですけども、 8月に関しましては過去18か月でですね最大のまあ上昇を見せておりまして改善傾向が結構顕著になってきておりますのでまあこういったところもですね株式市場全体にはまあモメンタムの改善ということではえまあポジティブプラスのですね材料としてまあ見れるんではないかなというふうに考えられます。そしてこちらがですねストラアテージストによりますサンド P 具合指数の今年の年末時点の予想値になります。 左側が7月の半ばぐらい右側が8月の半ばぐらいの時点の、えーまあ、予想値になりますけども、まあ、中央値に関して言いますと、えー、が中央値になっておりりまますすのでき、まあ、にななっておりますでなおかつ、えー、現時点でのですね終わり値がすでにもう予想値を超えちゃっておりますので、まあ、今後この予想値が株価にこう合わせる形でですね 引き上げがあるのかどうかというのはですね、ポジ,ポジティブな要素になるかどうかということで、まあ、注目できる点ではないかなというふうには思います。それではあのテーマ2つ目ということで、3個目がら5つご紹介して終わりにしたいと思います。まず1つ目ですね、NVIDIA になります。まあ、今年のですね、 アメリカ株を代表する銘柄になっておりまして、株価の方がすこぶる好調ではございますけれども。えー、まあ、もともとはこのゲームだとか、P. C. 向けの G. P. U.、画像処理装置にですね。まあ、強みがあるんですけれども、最近では A. I. 向けにですね。えー、強みを守ってきているという形になります。ええー、特にこう、で、あの、えっ、ー、と、売上比率で見ますと、データセンター向けがですね。えー、まあ、結構大きくて、その他か、まあ、ゲーミング、あと自動車といった形になります。 地域別に見ますと、アメリカ、中国、あと台湾ですね。この辺りが、ウェイトがまあ高くなってきているといった特徴がございます。NVIDIA のですね、えー、まあ人気化しているわけということで、えー、まあいくつかですね、ご紹介させていただければと思いますが、まず一つ目がですね、AI 向けに非常にあの強みを持っていると。この分野では、同社がシェアを80%ぐらいですね、 持っているのではないかというふうにまあ言われておりまして、非常にあの強みが強いですね、市場シェアのポジショニングがあると。で足元のその業績に関してもですね、売上高成長こちらが終わった四半期で言いますと、売上高が1年前に比べまして倍増2倍になっております。で続く8から10月期のですね市場予想に関しましても、なんと前年比で2.7%の 増加が今のところ見,られ見込まれているということでまあそういったことを受けまして下の方にですねこれ過去1年間のチャートの方をお付けしてございますが年初来の株価のパフォーマンスで言いますと、えーまあ、ざっくり3倍強ということで非常に強い S&P グラフ指数の中でもですね飛び抜けて好調な今、うん、銘柄の一つに今なっております。 まあ、AI がです、ねまあ、今後どん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 大きく立ち上がっていろいろな分野にです、ねまあ、使われるようになっていくという中でやはりその生成 AI の市場規模自体がです、ねえー、非常にこう急激なこうカーブを描きながら急成長することがです、ね、今のところ市場ではまあ見込まれておりましてこちらの方があ、まあ、あのグラフになっております赤いところが実績で灰色のところがですね、うん まあ予想という形になっておりますけれども非常にまあ鋭角にこう市場がですね、まあ、大きく立ち上がると、まあ、そういった中でシェアも高いですので、まあ、恩恵をですねこの会社がまあ色濃く受けやすいといったあまあ観測といいますか期待が株価の方ですね、まあ、大きくまあ押し上げているという形になります。で2点目ですねウォ、えー、ルマート意外感か,かもしれませんがウォルマートもですね今株価がすこぶる好調になります。 まああのウォルマートに関しましても非常にあの有名ではございますが世界最大級のですね小売りの企業になっておりましてエブリデー・ロープライスまあすなわち毎日低価格という戦略をですね用いてえまあお客さんのですねニーズをまあつかむ戦略が今非常にうまくいってきております。セグメントとしてはアメリカのウォルマート海外のウォルマートこれはあの中国とかインドとかですね なりますがアメリカ以外ののところの海外であと会員制のですねサムズクラブこの3つをですね、えー、今こう組み合わせながらあ業績の拡大させてきているといった形になりますで足元でですねモ、えー、ルマートの業績の原因になっておりますのが食料品になりますでそのほかまあ意外かもしれませんがネット通販に今結構力を入れておりまして、えー、直近の四半期で言いますとお2割強ですね ネット通販による売り上げが増えてきているという形になっておりましてアマゾンがですねアマゾンを結構こう追い上げるような、まあ、立場にモ、えー、ルマートはございます。で市場で注目されておりますその既存店売上高というのがございますがこちらも、えー、プラスの継続をですね続いておりますし、まあ、直近8月にですね計算発表を行いましたけども、えー、業績の見通しをですね、まあ、情報修正してきているということで非常にまあ足元ですね オールマートのファンダメンタルズがですね。まあ、好調という形になります。まあ、下の方に株価のチャートをお付けしてございますが、年初来で年初来で言いますと、大体15%ぐらいですね株価の方がまあ上昇してきているということで、今高値圏ですね強い動きが続いて。おります で、オルマートのですね、注目ポイント、今結構こう、オルマートがですね、結構変化をしてきておりまして、そのあたりのマーケットをですね、ポジティブにこう、捉えられながら、株価の方がですね、史上最高の意見で増水してきているという形になります。まず、あの、一つ目がですね、広範な人口を、このオルマートはカバーしているということになります。まあ、どういったことかと言いますと、オルマートの店舗からですね、日本、えっと、日本で言いますと16キロぐらい、 えー、店舗からまあ16キロぐらいの範囲に住んでいるアメリカの人というのはですね、まあ、ざっくり9割ぐらいいらっしゃいます、まあ、したがいましてウォルマートがですねアメリカの人口の9割ぐらいをです、ね、ほぼカバーできているとこれはアマゾンにはないですねこの会社の強みになります。まあ、後ほどあの製,製品のところでもでもすね こういったところは強みにはなってまいりますが、非常にこのアメリカの人口のですね、大半をプロマートというのがですね、カバーできているというのがですね、強みになります。で、直近、まあ先ほど申し上げた通りにね、直近ですとネット通販がですね、大きく伸びておりまして、これ2019年度で売上げの比率で言いますと、だいたい5%ぐらいだったのが、2023年度にはですね、14%ぐらいに、まあ結構3倍近くですね、比率が高まってきているとになります。 あと自動化ですねの強化ということで2026年度末までに配送センターの荷物の取り扱いの大体50%ぐらいはですねもう自動化に任せるということでコストがですねこれで大きく減る期待感というのがですね考えられますそして3つ目ですねウォルマートプラスこれはあのサブスクになりますけども年間費98ドルあるいは月 え、まあ、十三ドル弱程度をですね。払うことによって、まあ、様々なサービスを受けることができます。今、ウォルマートの業績を牽引している一つのキードライバーとして、このウォルマートプラスというのはですね。まあ、結構効いているわけなんですけども、どういったことができるかと言いますと、え、精製食品。これ、あの、三十五ドル以上買う必要が、あ,あ、るんですが、まあ、あそれに合致いたしますと、無料で配送ができます。まあ、先ほど冒頭で、人口のカバー率が九割で申し上げましたので。 これを使うとです、ね、結構多くのところに生成食品を配送することがま,あ可能になりますまたあのこれはアマゾンプライムみたいに見たですけども、まあ、動画の配信などのです、ね、サービスなんかも、えー、一緒にまあついてきておりますので、えー、このサブスクリプションのサービスというのはです、ね、今結構アメリカでは受けているという状況になります。 そして3つ目ですね、今度は医薬品、イーライ・リリーという株になりますけども、えー、まあ医薬品のです、ね、研究開発、えー、あと販売なんかをです、ねまあ、手掛けておりますけども、えー、まあ大きくですね、ビジネスといたしましては、糖尿病の治療薬、そして、がんの治療薬、まあ、その他という形になりますけども、 直近でですね期待感が高いのはこの糖尿病治療薬でマンジャロというの薬がございますけどもこれがですね今後肥満症治療薬としても承認されるのではないかといったですね期待感が今市場で出ております。まああの今グローバルにですねやはりこの肥満っていうのは結構大きな問題に社会問題にはなってきておりますので仮に承認されますと大きなグロースの要因としてですね 注目できるかと思います視点をですねヨーロッパの株に向けていただきますと,、えー、とヨーロッパの方でもですねこの肥満症治療薬を手掛けているノボノルディスクという会社がございますがこの会社の時価総額がですね今ヨーロッパでは時価総額ナンバーワンということで結構やっぱり今市場でこの肥満症治療薬に対する期待値っていうのがですね、まあ、結構上がってきていると。 ことでまあ仮にイーライリリーもですね同じように承認されることになれば、えー、また株価の方もですね、えー、期待がまあできると形になってくるかというふうに思いますで下の方にですね株価1年間のチャートをつけさせていただいておりますが非常にあの年初来で見てもですね60%ぐらい上昇しておりまして非常にあの強いトレンドが確認できるかと思いますでこちらの方がですねイーライリリーの売上高の 実績と市場予想の推移になります赤いのが実績で灰色がですね市場予想の見通しという形で、まあ、きれいなですね拡大傾向を今後イライリリーがですねたどるのではないかといった、まあ、市場の見通しになっておりますそして4つ目ですね今度は半導体の設計の会社からですねシノプシスという会社になります でこれはあの、えっと、電子設計自動化ツール EDA というもので、えー、世界最大手の会社になっておりまして、えーまあ、半導体の設計に使われますのでお客さんは主要な半導体のですね企業があまあ多くございますで、まあ、この会社のですねすごいところはやはり業績がまあ安定的にまあ伸びているということでなんと17年でですね売上高がまあ拡大をまあしてきているということで非常にあのこの辺りはですね まあ業績への安心感という意味ではですね、強いのではないかなというふうには思います。なおかつ足元も好調で、5月から7月までの四半期の売上高、これ過去最高となりました。下の方に、下の方にですね、これ過去1年チャートをお付けしてございますが、4割強のですね株価の上昇ということで、こちらの方もあのいいパフォーマンスをですね、見せております。 こちらもですね、まあ先ほどのイーライリリーと同じような感じで、えー、シノープシスの売上高の実績と見通しという形になりますけども、えー、まあ現時点で今17年増加売上しておるわけでございますが、まあ市場予想通りであるとですね、それをですね、またこう更新するような、まあ、流れがまあ期待できるといった形が、まあこういったところからですね、読み取れるのではないかなというふうに思います。あと最後ですね、ビザ。 えー、こちらはあのネットえっとクレジットカードの決済ネットワークで、えー、まあ強い会社になります。まあ結構ごグあのー、業績のですねまあバランスがいいということでも、えー、特徴で特徴的な特徴の一つとしてですね上げられるのではないかなと思いますけれども、まあビザに関しましてはまずそもそもアメリカの経済が今足元堅調でございまして、えー、次のページでお見せさせていただきますがまあ個人消費支出これがまあ拡大傾向にあります。 まあ消費があ、まあ、増えることによってクレジットカードのですね、えー、消費が拡大するのではないかといった期待感ですねこの辺りもですね、えーまあ、注目できるポイントではないかと思います。あと要は、まあ、ビザですね株価が史上最高値圏にございますが同業のマスターカードこちらもですね株価が史上最高値圏ということで今あのマーケットにおきましてですねやはりこのクレジットカードのネットワーク分野のですね 株価が非常にあの高い期待といいますか高評価をまあ得ているといったことがまあ言えるんじゃないかなというふうに思います。で同じく下の方に過去1年間のチャートですねお付けさせていただいておりますけども、えー、まあ好調にです、ねまあ、推移してきている形になります。でこちらの方がですね、えっと、アメリカの個人消費支出をですね名目値と実質値に分けましてそれぞれ表わしたものになります。 まあ見ていただくとですね基本的にあの多少あの大小はございますが基本的なトレンドとしてですねアメリカのえ個人消費支出がまあ右肩上がりですねえまあ拡大してきているということでまあこういった流れの中でやはりこのクレジットカードのですねえ決済ネットワークがまあ果たす役割っていうのはですねえまあ恩恵をですねまあ受けやすいのではないかなというふうにえ思われます。 それではですね以上で今回の米国株マーケットコンパスは終わりにさせていただきたいと思いますご視聴ありがとうございました